皆さんこんにちは。皆さんは生命のポーションというアイテムをご存知でしょうか。瞬時に HP を6000回復するというアイテムで、こちらをアイテムパレットに登録することにより、普通のポーションですね、ポーションとして使えるということなんですけど、店売りのポーションでも HP を800回復するとか、やっぱあれですね、回復ポーションですね、生産とかしたり、普通に買うこともできるし、掲示板とか何かしらの報酬でもらえたり、イベントでもらえたりとか、これを使う人が一番多いっていうか、これが一番使われると思うんですよ。で、やっぱ通常プレイで手に入るポーションだとこれが一番回復の数値が高いと思うんですけど、それ以外だとこういうフルーツウォーターってやつですね、常設イベントのあの不思議な二人だの、アナザーワールドだの、そういうやつやるとさ、なんか手に入るみたいな、あれですね、最近ログインボーナスかなんかが一新されてというか新しくなって、これもらえるようになったらしいんですけど、常設イベントだけじゃなくて期間限定のイベントでもたまにね手に入るものが来たりもするんですが、これもなんかイベントでしか手に入んないって思われてるんですけど、実はねこれもうすでに知ってる人いるかもしれないんですけど、なんと宝箱からこの生命のポーションっていうのが出るんですよ。これが実際の宝箱から生命のポーションが出た時の映像なんですけど、バッチリこれね撮ることができました。生命のポーションを1個手に入れたっていうのが出ると思うんですけど、でもこれさ、宝箱を開けても出たとしてもなんか1個だけなんですよね。でやっぱりこれさ、もう宝箱ね、俺1回ちょっと試してみたんですけど、なんかね10回か20回に1回ぐらいだと思うんですよね、出ても。でここどの迷宮区かって分かんない人もいると思うんで、説明すると、81層迷宮区の序道なんですよ。でこれ今見てるのって、この効率よくモッドスロットを開放する方法っていう記事ね、前に書いたやつなんですけど、これね下の方行くと、これこういうのがね書いてあるんですけど、よくねモッド開放のかけら集めって75層が最もポピュラーだと思うんですけど、これさ、ここ最初入り口入って、で、最初ここ倒すじゃないですか。で、一番最初の区画でレイスが一体いるんですよ。消えたり現れたりするやつ、幽霊みたいなのを一体倒して、で、パーティーで挑むんだったら、一人はこっち行って、このウルフでかいやついるんで、このマップ上の、ゲート突破のためのやつかな。それ以外のやつなので、多分マップ見ればわかると思うんですよ。ただの、ひし形っていうの、赤い丸なだけのやつね、ここにマップで表示されてるんで、で倒して、で残りのメンバーはこう下の方に行って、ここ何も敵いないんで、そのまま壁とかもないんで通って、でここにね、レイス、さっき言った幽霊とウルフと赤い鳥みたいなやつが、でかいのがねここ3匹いるんで、でここ倒して、で宝箱取って、でパーティー解散すると、ダンジョンっていうか、ここ迷宮区か、迷宮区からみんな弾かれて、ダンジョン脱出できるんで、でまたみんなクイックパーティーで入って、ここからスタートして、ここ3匹しかいないんで、うまくいけば全体攻撃の、直近モッドかなんかで、一掃してみたいなのができて、ここね、81層ってちょうど弱点属性、残属性なんで、残水属性なんで、直近モッドでも狩りやすいっていうことで、案外ね手間がかかんないんですよね、パーティーで行けば。俺ソロでもやったんですけど、最悪こっちのウルフ狩らなくても、ここ一本道で行って、俺ソロだとここ、このまままっすぐ行って、ここで全部狩ってから、ここのウルフ1匹狩ってから覚醒して、この下まで走ってって、ここ3匹狩って、で宝箱を取ってっていう形にしたんですけど、これね、実はね、何ヶ月も前に、一瞬生命のポーション出たなって思った時期があったんですけど、でもその後ね、何回試してもなかなか出てこないし、ドロップログに生命のポーション手に入れたってあっても、イベントかなんかで手に入れたやつがログで残ったのかなみたいな勘違いして、気のせいだったかなみたいな。分かったとしても1個手に入れたっていうだけだから、10回20回に1回しか出ないんだったら別に広めても、誰も興味ねえだろうと思って、最初動画ネタにしようと思ったこともあったんですけど、何回やっても出なかったから諦めてたんですけど、最近
このモッド集めをね、ちょっと一人でやってみようかなと思って、みんな75層いくから、でこれ81層なんかで募集しても多分誰も来ないだろうと思って、まあ一人でせっせとなんとなくねぼーっとやってたんだ。まあなんかいきなり生命のポーション出たんで、あこれやっぱ出るんだと思って、もう一回ね10回20回とかやってね、録画しながらやったんですけど、でこれが実際頑張ったやつなんですけど、まあ、回復ポーションとかもいっぱい出るんで、まあ、生命のポーション出なかったとしても、その浄化ポーションとか回復ポーションは出るんで、まあ、その出た回復ポーションを売ったりして、まあ、これにできなくもないんで、まあ、別にこのやって損はないのかなって感じですね。これね81層ね、まあ、助動って言ったんですけど、まあ、奥地にもね一応ねあるんですけど、奥地宝箱あったんだっけ、あ宝箱あるのか。でもこれなんだっけな、確か大変だったと思うんですよね。あでもこの四角で囲ったところですね、奥地のこの部分を、まあ、パーティーで勝ったら、ずっとここ左上ですね行けば、この宝箱2個あるんで、まあ、2個いっぺんに取ることができるんでしょうけど、まあ、ここウルフ1匹しかないんで、本当にただの宝箱周回になると思うんですが、どうなんだろうね。これでももし生命のポーション出たら、まあ、もしかしたら効率よく生命のポーションを取れるかもしんないんですけど、まあでも出ても1個なんですよね。まあ10回20回に1回出るとか言ったから、まあ一度に2個開けられるんで、10回やれば20個開けられるんで、まあでもそれで1個ってしょぼいから、まあイベントで取る分だけでもね、いいような気もしますが、まあ本当に、欲しいんだったら、まあ、取りに行くとは思うけど、別にまあフルーツポーションとかでもいいわけじゃないですか。まあでもなんかモッド集めでついでにまあなんか生命のポーション1個でも出たら嬉しいなっていう人はまあ行くかどうかわかんないんですけど、まあそれでもなんとなく75層のモッド集めの方が人気かなっては思うんですが、本当にねモッド集めのついでですね、一応81層ってその75層より上なんで、上の階層の方がドロップ率高いんですよ。でここら辺のこのでかいモブ勝った時に、そのモッドのかけら3ですね、レアドロップのやつ1体倒したのに2個出てくるとかっていうのもあったんで、まあそういう点では、まあ、ドロップ率いいし、まあ、こっちの方がもしかしたら効率いいかもしれないんで、まあどっちの方が効率いいかって、まあ自分で検証してみるのもいいと思うし、まあ、とにかく俺が言いたいのは、そのモッドのかけら集めの選択肢が少し増えたのかなと一応ね思います。でこれジョド特地どっちも載ってる記事は、この一番上行くとこれね81層攻略って書いてあるんですけど、この81層攻略の記事にね載せてあるので、まあよかったらね、そのリンク動画説明欄とかに載せておくんで、よかったら見てもらえればと思うんですけど、まあ、今回は81層の宝箱で出たんですが、まあ、81層で出たので、もしかしたら81層より上の、まあ、ダンジョンか迷宮区の宝箱から出ることもあるかもしれないんで、まあ、よかったら試してみてはいかがでしょうか。なんかさ、81層の宝箱で生命のポーション1個しか出なかったから、もしかしたら上の階層行ったら宝箱開けた時に生命のポーションが一度に2個とか3個とか出るかもしんないじゃん。いやわかんないよ、わかんないけど、俺全然やってないからわかんないんだけど、まだ全然調べてないから、その可能性もさあるかもしんない、ある、うん、その可能性もあるじゃん。いやわかんないけど、まあ今後実装されてくるかもしんないですけど、まあまだわかんないんで、まあでもやっぱこの81層迷宮区の助動が、まあ、モッド集めしながら宝箱を取れるんで、まあ楽かなっていう感じがしたんで、まあ、91層の迷宮区とか、なんか、モッド集めに適してない感じがしたんで、まあでもやっぱり依然として75層が一番効率いいのかなって感じは、効率いいっていうか、まあ俺は81層迷宮区助動のが効率いいと思ってるんですけど、まあ正確にはね、検証してないんでどっちかわかんないんですけど、まあやっぱ好みかな。多分ほとんどの人75層に行くんじゃないかってなんとなく思うんですが、まあ、俺の好みは81層っていうことなんですけど、もうなんか生命のポーションが1個しか出ないから、別になんかそんなんどうでもいいじゃんって思う人もいるかもしれないんですけど、俺はなんかこの新しい発見ができたっていうのが嬉しくて、まあ使える使えないっていうよりはなんかロマンがある、宝箱から新しいものが出てきたみたいななんかそういう楽しさがありましたね。そのゲームの純粋な楽しみ方というか、
効率よく強くなるとかそういうものじゃなくて、何かに有用だとかそういうものじゃなくて、なんか単純に嬉しかったですね。なんか宝物が出たじゃないけど生命のポーション一生飲まずに俺家宝にしようかなみたいな、まあそれくらいの気持ちだったんですけど、まあとにかくね、今回言いたかったのは生命のポーションが宝箱から出ることがあるよっていう話でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。